やー今回なんですけど8月中は神戸特集をやっていこうかなと思います。できるだけ何本撮れるかは分かんないんですけど、できるだけ神戸特集をやっていきたいなと思います。ということで目的地は着いてからのお楽しみです。今からバスに乗るんでやっていきましょう。レッツゴー。到着しました。今回の目的地須磨離宮公園にやってきました。約1年前ぐらいにあのバラを見にね来てたんですけど、気になる方はその動画ぜひ見てみてください。今回は夜のイベントがあるということで、夜にね、夏の夜に開催される、夕方かな、開催されるイベントがあるということで、そのイベントに遊びに来ました。じゃあ楽しんでいきたいと思います。チケット買ってきます。ドキドキバクバク頑張るます。暑います、めちゃ暑います。こんにちは。こんにちは。1枚400円。あ、お願いします。ありがとうございます。行ってきます。ういめっちゃ気持ちいい、緑の中、久々の外、マジで気持ちがいい。というわけで今回なんですけど、須磨離宮公園の竜鈴見会っていうイベントに来ました。遊びに来ました。そう、今周りはね結構浴衣の人がいっぱいいたりとか、まあ、地元の方なんやろうなっていうような感じの方がね結構いて、子供連れの家族連れの方とか女の子たちがみんなで集合してめっちゃでかい花火持って遊びに行こうとしてたりとかしてて、めっちゃ楽しそうやなって思います。坂道やからちょっときついよね、運動不足かも。はい、ということでもうお気づきの方もいるかもしれないんですけど、今回から新しくレンズを変えました。やった。そう、シグマの 16mmF1.4 というレンズに変えてます。だからちょっとだけ画角が広くなってるかなと思うんですけど、前まではね結構もう顔がボーンってでかくなっててこれどうしようどうしようと思っとったんやけど、新しく変えることができてちょっとだけ画面から離れてるかなっていう印象がありますよね。そういう動きありますよねって。2点。この今歩いてるところなんですけど、こんな感じで、こんな感じなんですけど、ここは馬車道といって昔馬車が通ってたところみたいです。すっごい白飛び。これでいいかな。あ、なんか懐かしい。ミストの庭園みたいな、バラ園入る手前ぐらいにミストがふわーってなってて、今日は夕方やからさ、なんか日の光とミストがちょっといい感じになって幻想的かも。バラ園に関しては今はなんか多分季節じゃないのかもしれんけど、あんまりすごいいっぱいバラが見れるかなっていうとそうじゃないんかなって思います。なんか人の数がえげつないぐらい違う前来た時は朝一に来たんですよね。でも今回夕方やし、まあ、イベントもあるってことで、噴水前の階段のところにもありえへんぐらい人がめちゃくちゃいる。いやー太陽だわ、久しぶりの太陽、西日が眩しいわ。はい、この庭園なんですけどシンメトリーになってるんですよ。だから全部対称に見れるんですよね。すごいだから綺麗です、めちゃくちゃ綺麗。めっちゃ良かった。めっちゃ気持ちよさそう。一回500円ぐらいするらしい。おい、さっきね、あそこのあの噴水にいたんですけど、ここから見る景色めちゃくちゃ綺麗です。やばい。反対側はこんな感じ。向こう側から見た景色綺麗です。
やばい、ヨガの先生の熱烈な指導が。ここね、建物の真ん中にポセイドンの像っていうのがあるんですけど、なんかギリシャと日本の友好を記念してギリシャからもらったものらしいです。なんかすぐそこに消火用の水があって、多分みんな持ってきたバケツの中にあの水入れて花火の消火に使うようかなと思います。すごい、めっちゃいっぱいある。ご飯屋さんとか射的とか、マジでめっちゃいっぱいある。すごい、ちょっと喉乾いたんでね、なんか美味しそうなドリンクあったんで買おうかなと思ったんですけど、今回現金使えないっぽくて、こういう金券を買わなきゃいけないみたいです。これでなんか全部買い物できるっぽい。さっきの金券を使って、これリキュールハニーレモンソーダっていうのをこんな買いました。これここのね、蜂蜜を使って作られているレモンソーダらしいです。ということでいただきます。あー、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい。残った金券を使って出店のなんかしようかなと思います。こいつの効能をいざ行ってきます。ということで、懐かしのスーパーボールすくいやります。金券使って、マジ懐かしい。やばい、懐かしすぎるけどいけるかな。赤20個取れなかったんですけど、いやこれ記念に1個もらいました。綺麗な惑星色のやつ、いやー、惑星色のやつもらいました。ありがとう地球、ありがとう。すごい、見て、今一斉に16時半から花火開始やねんけど、今一斉にもうできる時間になったから。すっごい、そこら辺が煙が半端ない、えげつない。いやー、でもこうやって花火ができる場所設けられてて、みんなで一斉にできてさ、雰囲気も全部楽しい。なんかお祭りやなーって、夏やなーっていう気分を味わえるよね。すごくいいなと思う。あー、やばい、やりたい、花火やりたい。バケツとあと着火マン持ってこれば花火ここでも購入できるみたいなんで、ぜひやってみてください。はい、ということでさ、つまりきゅう夏の夕涼みイベントを楽しみにできました。ありがとうございました。いや、1年前にね、絶対また来たいと思ってたんで、もう一回来れてほんまによかったなと思います。神戸特集やってよかった。ということで、神戸特集第1弾でした。皆さんはどうでしたか？ぜひこのイベント来てみてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。